ルナさん、誕生日おめでとう。葵さん、ありがとうございます。はるなちゃん、葵さんと話してても前みたいにふわーってならなくなったね。それはそうですわ。葵さんがどんな方だか分かりましたもの。おいおい椿、あんなこと言ってるぜ。愛しの葵をはるなに取られちまうんじゃないか。何バカ言ってるの。そんなことにはならないわよ。あれ、なんか椿も妙に余裕あるな。ねえはるな、これ私からのプレゼントよ。受け取ってちょ。あ、危ない。二人とも大丈夫？葵さん、手が私の背中に。葵、顔が近い。ちょっと二人ともどうしたの？大丈夫？はあ、二人とも顔真っ赤にして。椿の言う通り、取る取られる以前の話だな、こりゃ。